どうもシャピです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。今日は、ちょっと映っちゃってるかもしれないんですけども、こちらの自転車のステッカーを断捨離したいと思います。ショッピンさん、全然これ遠目で見たら全然わからないです。このままでもいいんじゃないですかっていうふうに思うと思うんですけど、まあ、ただこうやって近くで見た時にこういったステッカーが残っていたり、このもうちょっと近く見るとこのカーボン生地の上にこのステッカーの残りみたいなのがちょっと汚い感じで残っちゃっていたり、本当はもっとポップなんですけども、こういったベランダに天日干しをしていたせいですっかり色あせてしまいましたと。他にもちょっとこういったところが味というか単純に汚い感じになっちゃってたりとか、僕はこう普段物を持たないミニマリズムなライフスタイルを送らせてもらってるわけなんですけど、その持っているものに関してはどんどんブラッシュアップをして気持ちいいもので囲まれたいっていう思いがあるんです。なので今回これもブラッシュアップの意味を込めて、あとこの YouTube のネタとしてちょっとこのステッカーを剥がしてこのマウンテンバイクのメンテナンスをしようと、そういう動画になります。ちなみにこれ完全に余談なんですけど、僕昨日の夜なぜか興奮してしまって2時間しか眠れてません。なので結構まぶたが重いです。でも撮りたいとかシェアしたいっていう気持ちの方が軽く凌駕してるので今撮っちゃってます。ちなみにこの動画を見ている視聴者さんの中には、いやステッカー剥がさない方がいいですよって思ってる方も、まあ、中にはいると思うんです。で、まあでもしょ、いや目からあーと、でも今から剥がしちゃいます。で、剥がした後にこんなデザイン、こんなステッカー貼ったらいいんじゃないですかとか、こういうデザインにしたらもっといいんじゃないですかみたいな、そういうアイデアがあった場合はですね、ぜひコメント欄で教えてください。で、今回ステッカー剥がし、シール剥がしに使うのはハサミとドライヤーです。とりあえずこれだけでやってみます。ちなみにこの後仕事があるので、全てのシールが超スムーズに剥がれてくれることを祈ります。大丈夫かなすごいすごい、ドライ、おお、ペロ、あれちょっとポロポロするけど、あ、でもすごい、わ、超簡単に上がりました。おお、すごい、気持ちいい気持ちいい。あ、ちなみにこのシール何なんですかっていう質問が飛び出してくると思うんで、簡単に説明させてもらうと、僕の父親からこの自転車譲り受けたものなんですけど、僕の父親が社会人の時にダウンヒルって言って山から道なき道をこう下りまくるっていう、そういう自転車のサークルというか、そういう社会人サークルとか団体に入っていって、そこで使っていたマウンテンバイクになります。なのでそのチームのシールだと思います。はい、ちょっとベースまで行ってます。はい。お、はい、行けました。で、ここのシールは、まあ、日頃太陽に天日干しされて、もうドライヤーで熱する前に太陽の直射日光で熱せられているので、簡単に剥がれると思います。ここも本当はもっとカラフルで鮮やかだったんですけど、今すっかり色褪せちゃってますね。あ、でもこれ硬いからちょっとドライヤーでやりましょう。いい感じじゃないでしょうか。うわ、硬いな、やっぱり。OK、外れました。はい、OK です。次は反対側ですね。よいしょ、こっちと。こことここ
とあとここの3箇所剥がします。これ全然剥がれない。ということで綺麗に取れたんですけども、ちょっとやっぱり近くで見るとこういったあの油分というか、なんかこういったザラザラした海苔みたいなべっとりしたものがついちゃってます。これじゃちょっと美しくないのでどうしましょうか。近くの自転車屋に行ってちょっと相談してきます。今近所の自転車屋さんに行ってきたんですけど、この表面のシール跡を剥がしたいんですけどって言ったら、パッと見てもう1秒もしないうちに、あ、これやめといた方がいいですよって言われました。やっぱ店員さんってすごいですよね。これ見た瞬間に、これ30年前のヴィンテージもんでしょみたいな。でしかもフルカーボンのやつだから、無理に研磨剤とかなんかそうやっちゃうとカーボン傷めちゃうからやめといた方がいいですよっていうのことをもうすぐパッと言ってくれて、そう、まあ助かるんですけど、ちょっと見た目がこのままですね。じゃあ、まあ、ちょっとこの後まだネットでいろいろ調べて、もし何かいい方法があったらそれやってみたいと思いますし、この動画を見ている方で自転車に詳しい方がいたら、なんかこのカーボンの表面にあるシール跡の綺麗な剥がし方、もし知ってる方いたらコメント欄で教えてください。とは言ってもこれ完全に僕の感覚なんですけど、この自転車を見るだけでもうなんかときめいちゃうんですよ。もうかっこいいみたいな、もうこうやってにぎにぎするだけで喜びを感じるみたいなそういうのがありますんで、なので僕はもうこれはずっと大切に使っていこうと思います。もう父親から受け継いだものなので、これはもう本当大切に大切にもうメンテナンスしながら使っていって、で子供ができた時にその子供が欲しいって言ったらもう譲ってあげようと思います。っていう感じで、こう普段僕は持っているものこそ少ないんですけど、持っているものはどんどんブラッシュアップをしていこうということでやっていますので、今回のお話がちょっとでも面白かったです、参考になりましたと思っていただけた場合は、あとこのシールを剥がした時にすっきりしましたって思っていただけた場合は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押していただければ大変嬉しく思います。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。